テスラはね、買おうとして、テスラって全部さ、セールスじゃなくてパソコンで巻いてバカバカ売って決めて買うんですよ。で、あのなんか6人、1人、3人、5、6、7人乗りぐらいのなんかでかいこんなドアが開くやつを買おうと思ったけど、やっぱりちょっと充電の設備とかがちょっとあれで買えなくて、それでやっぱでも電気自動車は買わなきゃダメだなと思って、あれかタイカン買いましたね。あのポルシェの電気自動車ですけど、あれはあの買いました。うん、まあポルシェもタイカン結構売りたいみたいで、まあ、セールスの人がもうぜひっていうことだったんで、ちょっと1台あのタイカン買って、多分間もなく納車されると思いますね。あの電気自動車初ですし、ポルシェだからなんか中からフォーミュラーEの音が出るっていう噂もあるし、今乗ったことあるんですけどね、ちょっとそれあんまり感じませんでしたけど、その大きさのボリューム調整みたいなのがあるかどうかちょっとわからないけど、ちょっと買ったんで、東京戻ったら乗ってみたいと思いますね。タイカン、うん、そうですね。タイカンの動画ね、タイカンの動画、ね、タイカンはね、うん、あれターボって最初から全部ターボじゃなかったっけな、違う、電気、あったっけな、確かでもね、普通の買いましたね、僕割と。うん、